それでは参ります。どんな状況でも猫を見つけると突然始まる奇祭ヤコバズ。まあですね、お祭りといってもいろんなお祭りがあるんですよね。日本全国、青森はですね、ねぶた祭りとかですね、あと、なんでしょうね、南で言うと博多のお宅なんていうのもすごいお祭りが、まあ日本全国ですごい、ちょっと待ってください。ニャンニャン、どうしたニャンニャン、こんなとこ行ったと。ニャンニャン、何どんなニャンニャン、ジャミチカったのニャンニャン、何どうしたうん、元気ないんだよ、これ。ねえ、元気出して、ニャンニャン、元気、ニャンニャン、はい、はい、はい、ニャンニャン、ニャンニャン、ニャンコ祭り、はい、ニャンコも見つけて、ありがとうございました。成長ヤコバズを見ていただきました。はい、お台場見てるの歌でしたと思うんやろ。はい、やり線見てる猫がいるってことはねえな。まあ、お台場なんか行ってもね、そもそも猫はいないんですよね。やっぱテレビ局とかですね、そういうところ立派な建物が多いでしょ。そういうところにね、あれ行ったの、どうぞ、何行ったの、何、え、お台場合衆国がつまんなかった。いやいや、何言ってるの、元気出してくれ、亡き父のためにこんなにたくさんの人が集まっていたのかして誠にありがとうございます。生前父も言ってました。どんな人であっても人の悪口が言うな。そういった父の過去といいますか、旅立ちの日にこんなたくさんの人が集まっていただきまして、最後にぜひとも最後にぜひ父の顔を見ていただきたい。いやいや、こんなとこやったら、お父さんだけに責めなかったのがちょっと悔しいかな。
でもすごい素敵な人なの。こんなお墓の前で言うことじゃないかもしれないけど、私そのいないですね、猫。いなかった。猫いなかった。結構ロングでドラマやってたんですけど、いなかったね、猫。お彼岸で、お彼岸でただ女性に報告してないけど、猫いなかった。猫いなかった。よろしくお願いします。嫌じゃん、置いちゃったからね。何？お酒が飲みたいの。はい、ありがとうございます。